この日は覚悟をする、備えを見直すという機会にしてもらえたらなと思います。ようこそ、みそぎの玄米、龍神の力を宿すユニアの実りの発芽玄米を食べて、地震への恐怖をリリースしている予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。地震への恐怖のリリースについてはエンディングでお話します。8月28日、一粒万倍日、惑星直列についてお話します。あなたは一粒万倍日が特別な日であるということをご存知でしょうか？多分このチャンネルを何度も見ているのであれば、それはご存知かと思いますが、さらにその日に惑星が一列に並ぶ日が重なるとどうなるのかご存知でしょうか？今度来る8月28日は一粒万倍日ですが、普通の一粒万倍日ではなく、水星、火星、木星、天王星、海王星、土星の6つの惑星が空で一列に並ぶ、そんな日になります。惑星が一列に並び、そのお互いの引力などが重なって地球にも影響を及ぼしてもおかしくない、そう考えられていて、惑星直列の影響から地殻に歪みを生じ、地震や火山の噴火につながる可能性があるとも考えられるので、十分に注意してほしいと思います。ただし、この日はネガティブなこともあれば、大きくポジティブなこともあり得る日ということになります。ですから、しっかり今日の動画の内容を腹に落としてほしいと思います。今話題になっている南海トラフ巨大地震についての予言もしますので、あなたがこの動画を見ている今が8月28日を過ぎていたとしても、自分には関係ないとか、過ぎてしまったから必要ないとか思わずに、大事な情報をしっかりと受け取ってください。8月28日の日のように、一粒万倍日という吉日と重なって、6つの惑星が一列に並ぶというような現象は、今後起こるのかどうかすらわからない。そんなすごい日となりますが、惑星の影響を受けてどのようなエネルギーの流れになるのかということを知っておくことは、これからのあなたの人生において大きくプラスに使っていくことができます。もし今日のこの動画の情報を知らずに8月28日を過ごしてしまうと、地震や火山の噴火といった天変地異に無防備に出会ってしまう。大きな痛手を受けるとか、またはこの日の大きなエネルギーのチャンスを逃すということにもなりかねません。どちらにしてもこの日は見過ごしてしまうことはやばいんです。多くの人がまたスピリチュアルな話かというように捉えて、目に見えない世界のことを信じない、相手もしないという方が多いです。しかし8月8日に日向灘で大きな地震があり、南海トラフ巨大地震との関係性が取り沙汰されている今、現実に起こりうる可能性のある期間だからこそ、この情報を知り、心の準備をしておく、覚悟をすることが大事です。また惑星が一列に並ぶ力を自分のポジティブなエネルギーにしていかないともったいないということもあります。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは一粒万倍日と惑星直列が重なることによってどのようなエネルギーの流れを持つのかを知ります。そしてそのポジティブな影響やネガティブな影響を生かして、あなたの未来をより良くしていく、そんなチャンスにすることができるようになります。あなたの未来を守るため、そして未来をより良くするために大事な話をしますので、今日の動画を最後までご一緒ください。一粒万倍日とは、このチャンネルでは一粒万倍日を何度もご紹介していますので、あなたはご存知かもしれませんが、初めての可能性もあるので簡単にお話ししておきます。一粒万倍日には宇宙法則である13原律という宇宙の摂理、その摂理から来る8の数玉のエネルギーが流れる日、それが一粒万倍日です。8の数玉という8に宿った数の力、数の意味、それは発展、進化、そういった上昇するエネルギーを表します。この日は未来に向けて新しいことを始めていくことが、より大きな結果を未来にもたらしてくれる日、世界の繁栄を約束された日、それが一粒万倍日です。惑星直列とは、8月28日の早朝、水星、火星、木星、土星、天王星、海王星が空で一列に並びます。
これは本当に一列に並んでいるのかというと、日本から見て一列に並んでいるということですので、日本から見て惑星のパレードに見えるという現象が起きます。この日本から見て一直線に見えるということは、その一直線になったエネルギーは見ている場所、日本に降りると理解してください。一つ一つ惑星には力があり、その力は確実に地球に、日本に影響を与えています。そしてそれは物理的にも、例えば地殻変動とかに圧力やストレスをかける可能性があるので、地震や火山噴火が起こる可能性があると言えます。でもこれは起こるのかどうかということはわからないことなので、起こるかどうかを知りたいというよりも、起こっても大丈夫なだけの覚悟と備えをしてあるのか、これが大事になります。ですから間違いなく備えた方がいいです。8月8日に日向灘で大きな地震がありました。そして翌日9日にも神奈川で大きな地震が起きています。これらが南海トラフ巨大地震と全く無関係とは言えません。南海トラフ巨大地震というのは、地震の中で珍しく確実な周期性を持って起こっている地震の一つです。例えば四国の海底の隆起の状況を見ると、南海トラフ地震がほぼ正確に法則を持ってきているのがわかります。これがその隆起量と発生時期を表すグラフです。これを見ていただくと、大きく隆起した時が地震が起きた時で、そこから赤い線の角度で線を引くと、交わったところで次の地震が起きていることがわかります。すると前回1945年に起こった南海トラフ地震、そこから赤い線を下ろすと発生する時期がかなり正確にわかります。そしてこのグラフから言えるのは、大きく隆起した後に小さな南海トラフになり、小さな南海トラフの後に大きな南海トラフ巨大地震になるという傾向性があることがわかります。すると今度来る南海トラフ地震というのは巨大地震になると覚悟しなければいけないということが言えます。このグラフから考えても、地球の地殻変動の誤差を考えると、もうそろそろ来てもおかしくない。そしてその前兆として日向灘の地震が起こり、その地震は震源が30キロという深いプレートの部分に歪みを少し解放した、そのことから起こったと考えられます。ですから今後あるという方が当たり前だと思ってください。グレゴリオ暦で見る8月28日、グレゴリオ暦という物質界を流れるエネルギーを表す暦の数玉、その数玉で読み解くと、この日は進化発展のエネルギーがバランスを取りながら大きく動く日ということが言えます。つまり大きなエネルギーの動きがあるんだけれども、それがバランスが取れていたら物質的な変化は起こりにくいんだけれども、何かちょっとずれると大きなエネルギーが大地を揺らすとも考えられます。そんな日ですので、惑星直列の影響がちょっとしたバランスの変化に影響を与えるという可能性は否定できないんです。そしてカタカマナ数打暦で見る8月28日、この日は気の領域を表す暦であるカタカムナ数打暦で言うと9月17日になります。この日の数玉を読み解くと、気の領域という見えない領域でもっと極まること、完成すること、もっと上を目指すこと、そのようなエネルギーが流れているので、今よりももっと完璧を目指すというような意識が大きな成果や結果につながりやすい日です。それらを踏まえて8月28日がどのような日になるのか。まずポジティブ面から言うと、水星、火星、木星、土星、天王星、海王星が一列に並ぶことから、お互いの星の力が増幅し合い、いい意味でその惑星の力が地球にエネルギーとして降りる可能性があります。例えば水星に関しては、前日まで逆行していてネガティブな水星の力が降りていたんですが、この日から巡行に戻っていますので、コミュニケーションについての不調和が解放されます。気持ちいいコミュニケーションが通っていくようなエネルギーになります。天王星の気の領域の力が降り、精神性が高まり、目指すことが現実化しやすいエネルギーにもなります。木星の主権の力が降りて、目指す意図が現実化しやすい、そんな流れにもなっていきます。
ただこの日は土星と海王星が逆行しているので、課題や問題が起こりやすくはなります。そのために心が折れやすくなったり、自己肯定感が下がってしまったりする流れがありますので、この日は心を折らないということが大事になります。ただ全体的に4つの巡行のエネルギーが強まり、土星海王星の逆行のエネルギーを打ち消すので、そこに出てくる問題は大きな進化発展につながるような重要で取り組むべき問題になる。ですからそれを良しとして受け取ると、この日は一粒万倍日でもあるので、大きな発展につながりやすい日だと言えます。逆にネガティブ面で言うと、冒頭からお話ししているように惑星直列の影響で地震や火山噴火などが起こる可能性があるということを気をつけなければいけません。ここはいつ起こってもおかしくないと思って常に覚悟し備える必要がありますので、この日は覚悟し備えるチャンスだと思ってください。それから惑星直列の影響で何か問題が起こったとしても、それに心折れたり飲み込まれたりすると、それが一粒万倍日の力によって将来に大きなマイナスを生んでしまうということになりかねませんので、問題の捉え方を間違えないようにしてください。発展のチャンスということで問題解決すれば、その問題解決の流れが大きく未来をより良くしていきます。以上を踏まえて8月28日にやるべきこと、一つ目、小さな親切を意図的にやってみてください。惑星の力がその日大きく降りていますので、その惑星の力とシンクロする意識で、この日の一粒万倍日のエネルギーに乗ろうとする。つまり進化する、発展するということを目指すと大きな結果になりやすいです。その際に多くの人に役に立てるようなあなたの店名、地名、画面を意図すると、より結果が大きくなって帰ってきます。店名というのは神様があなたに与えたこの世に生まれてきたミッション。そして地名は日本人として地球の次元上昇に貢献しなさいというミッション。そしてあなたが天命に向かうため、地名に向かうための大事にしたい志。それが画名です。つまり天命、地名、画名というのがあなたが最も大事にしなければいけないあなたの理想ということになります。そのような大きな意図を持って、その日の行動の中で人に対して小さな親切をするということは、この日のエネルギーから大きな進化発展につながります。情けは人のためならずと言いますが、まさにこの日はそんな日ですので、誰かに良くしてあげればめちゃくちゃ大きな形で返ってきます。ただ注意してほしいのは、自分に返ってくる見返りを期待して小さな親切をするのではない。本当にその人に親切にしてあげたいと思って親切にすることが大事です。二つ目、継続してみたいことを始める。これがおすすめです。特に運動や美容、また知識を入れるための読書など、あなたが始めたいことを始めてみてください。この日、備えることも重要なんですけれども、できるところまでしかできません。どこまで対処しようとしても、その災害が大きくなれば、やったこともパーになってしまうことだって往々にしてあります。ですから、できるところまでやって、あとは天に任せる。それがこの日のスタンスとしておすすめです。災害に遭った時の大事なこと、それは折れない心です。耐えられる体力、これらが大事なので、ですから運動をするとか、自分をより磨くためにダイエットをするとか、またはしっかりと大事な知識を得るために読書をするとか、そのような習慣を身につけたい、習慣にしたいと思って始めるといいんです。災害が起こった時にどうしても物資は不足します。ですから少しの食事で満足できるようになる。またいざという時にちゃんと走れる、逃げられる。そのようなことにつながる習慣が望ましいです。また食事に関しては踏ん張らないといけない時に踏ん張れるように、栄養面もバランスを取ることを習慣化するというのも非常にいいと思います。そういった意味で玄米はおすすめです。食べて元気になる、消食になれる、ついでにダイエットにもなって最高です。また運動についてはすごく大変な運動をする必要はありません。ただ高齢者だからといって諦めるのではなく、ただテーブルに手をついてかかとを上げるとかいう運動でも大丈夫なので、少しでも動くということを心がけてほしいです。では反対に8月28日に避けるべきこと、一つ目、どうせ
という言葉を言う。これはやめてください。どうせ災害なんて起こるわけがないというような甘い認識になってしまうネガティブな言葉です。また逆にどうせ備えても助からないみたいな考え方とか、どうせ動いても痩せないし、ダイエットしても痩せないというような無気力につながりますので、この日無気力は惑星直列を考えても NG です。では二つ目、言ったことをやらない。これもダメです。有言実行にしてください。そしてついつい無意識にネガティブな言動をする場合があります。例えば面白くないなとか、なんでやとか、だりーとか、こういう言葉は出さないようにしてください。この言葉に合わせてする行動がありませんので、行動につながる言葉にしてください。このような言葉が口癖になっている場合、それを改善するきっかけにもしてもらえたらなと思います。ですから、いつも一緒にいる人がいれば、その人になんか独り言を言ってる時ってないって聞いてみてください。そして、あ、こんなこと言ってるよ。ということがネガティブなことであれば、意識して引っ込めるということをやり始めてください。そして思ってしまった場合、言ってしまった場合はちゃんとリカバリーしてください。例えばだるいと言ってしまった。そんな時は、あ、言っちゃった。今目指しているのは〇〇です。その〇〇に向けてだるいけどやろうというふうに付け加えれば大丈夫です。口に出すことが大事です。もともと言葉というのは言霊が宿っていました。言葉にエネルギー、力が宿っていたんです。それはもともと言葉というのがお互い助け合って命をつなぐために、例えば火事だから逃げろと言った時にちゃんと火事から逃げる、人を助ける、そのような言ったことを必ず行動に移していたので、言葉には言霊が宿りました。約束したことは自分のためにも相手のためにも守っていた。だから言霊が宿ったんです。ところが今の時代、言葉を尊ばない、言ったことを責任持たない、忘れる、 SNS で言いっぱなしということが横行しています。そのことから言霊が消えてしまっている。でも言ったことをやらないということが当たり前になってしまうと、脳はこいつは嘘をつくやつだと思い込んでしまい、言ったことを現実化させなくなります。そうなったら悲惨ですので、これを機会に言ったことはやる。ネガティブな言葉を言ったらちゃんと自分の宣言に変える。それを意識してください。では今日の話をまとめましょう。8月28日は一粒万倍日であり、惑星直列が起こる日です。その日は惑星直列のエネルギーの流れから大きな天変地異、地震や火山の噴火などにつながる可能性もある日だということで、備えてほしいとお伝えしました。また一粒万倍日という何かが大きく進化発展するエネルギーの流れになっていますので、ポジティブなことは大きくなり、ネガティブもまた大きくなるという日なので、この日の過ごし方、生き方、あり方は大事なので、この日をどう生かすのかということをお伝えしました。今、南海トラフ巨大地震の発生が危ぶまれていて、あなたも気になっているんではないでしょうか。そして、南海トラフ巨大地震というのは、過去の分析をすると、本当に周期的に現れていますので、もう今かなりリーチな状態まで来ています。その時に惑星直列の微細な影響があったとしても、それが南海トラフ巨大地震につながらないとは言い切れないんです。だから覚悟をする、備えをするということが、まずこの日にやってほしいことになります。この日の暦の風玉からエネルギーを読み解くと、バランスを取ろうという大きなエネルギーがありますが、惑星直列によって崩れると大きく物質的な変化がある。そんな日であり、また見えない領域、気の領域ではもっと上を目指すと、それが成果や結果になりやすい。ですから、ネガティブなことは抑えて、ポジティブなことを求めていくという日にしてほしいです。8月28日はポジティブな意味では惑星直列の影響がプラスに地球に降りて、いろんな問題解決が進んだり、あなたが目指そうとしていること、願っていることが叶いやすくなる日でもあります。また一粒万倍日なので、惑星の力を借りながら何かを始めるということが未来をより大きなプラスに変えてくれる、
そんな日だと思ってください。ネガティブな意味で言うと、惑星直列の影響で災害が発生する可能性があるということです。でもこれは常にいつでも災害は起こっておかしくありませんので、この日は覚悟をする、備えを見直すという機会にしてもらえたらなと思います。この日、惑星直列の逆行している土星と冥王星の影響で問題が発生したり、その問題を深刻に捉えて心が折れやすくなったりします。ですが、他の巡行している星がそれを打ち消してくれていると考えて、この日は問題があったとしても、それは発展のチャンスだと思って取り組むと大きくプラスに触れていきます。心の持ち方が大事だと思ってください。それらを踏まえて8月28日にやるべきこと。一つ目、小さな親切をやってみる。二つ目、継続したいことを始める。特に運動とかダイエットとか知識を学ぶとか、そのようなことがおすすめになります。玄米食を始めるのもいいと思います。また8月28日に避けるべきこと。一つ目は、どうせを言う。やめてください。二つ目、言ったことをやらない。これもダメです。無意識にネガティブな言葉を発してしまった場合、それをポジティブ変換する。そういう意識を持つことによって、この日はあなたにとって未来を大きく変える日にすることができます。ぜひ言葉を尊んで、言ったことはやるということをする日にしてください。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントシェアをお願いします。今、予言天狗と LINE で友達になっていただいた方には、素敵なプレゼント5つをお渡ししていますし、また、天命地名の決め方についての重要な情報を LINE で配信します。また、丹田活瞑想という真の瞑想法、究極の瞑想法についての情報なども配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。今、南海トラフ巨大地震についての警戒が強まっています。入院患者を2回以上にしたりとか、このような動き、もしあった場合を考えて、その備えをするのはいいことだと思います。ただ、怖がりすぎはよくありません。あなたはどうでしょうか？不安になりやすい時というのは、脳でビタミン不足が起きている可能性があります。脳の中で、ブドウ糖を ATP に変換してエネルギーにしていますが、そのためにはビタミン B1、B2、B3 などの栄養素が必要になります。それが汗などで出てしまっているために、脳でそれが足りないためにエネルギーができない。だから疲れる、だるい、考えられない。そして不安が脳内を支配し、恐怖になってしまうというようなケースが多いようです。適度に恐れることも大事なんですが、行き過ぎたらダメです。そのためにも、まずは必要な栄養素はしっかりと取ってほしいと思います。ビタミン類をバランスよく取ろうと思った時に、最高の食材が玄米です。それも発芽玄米にすると、さらに栄養のバランスが良くなります。そんなこともあって、僕は、みそぎの玄米、龍神の力を宿す、ユニアの実りを発芽玄米にして、毎日食べています。そのおかげで、適度な恐れと緊張感を持って、日々暮らしができています。ぜひ、あなたも、もし玄米を食べていないのであれば、玄米食を試してみてください。ユニアの実りを少量白米に混ぜて食べるのもおすすめです。ということで、ではまた。